はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回も除去ハイグレード2プレイしていきます。はい、今回はですね、リクエストいただいてたんですけど、まあコメント欄でも書いてたんだけど、そのリクエストが達成できないということで、ちょっと今回は別のやり方でそのリクエスト的なのを満たしていきたいなと思うんですけど、はい、今クラウドヒルですね、もらったリクエストっていうのはですね、このブリキンランチ、これで、まあ、仲間じゃないな、敵を落としてくれみたいな感じですね。つまりこの悪魔のタイヤでですね、敵を落とすこと、夜のやつ珍しいな、コースアウトさせることができるんですけど、それがね結構難しくてね、こんな感じで押していって、あれまあこんな感じで下手くそなんですよね。あ、こんな感じで仲間じゃない、敵を全部落としてくれって言われたんですけど、これがね結構挑戦してたんですけど難しいんですよね。自分も落ちてしまうみたいな、だから今回は別のやり方で、まあ、同じようなことをするんでやっていきたいなと思います。それでですね、その何をするかというのは、このクラウドヒル、住民をガンガン上から落としていきたいなと思います。だから全員落とすですね。このちょっと夜はダメだから、夜はちょっと暗いから昼にしよう。お、朝になりましたね。さあ、これではここのクラウドヒルで、住民ガンガン落としていきたいなと思います。大統領なんですけどね、ウィリアムズ王子、英国王子かなこれをね、まあ、悪魔隊を装備してるんですけど、こんな感じでバイバーイ誰も見てないだろうな。お、見てない、よかった。あいつやばいんじゃない、こいつ見たんじゃない、見たか。ギズ大統領だろ、見てないよな。こんだけフレンドリーに話してくれるってことは何も見てないと思う。そいつをポンポンポンと、もうちょっとかな。あ、さよなら。お、どうした、めっちゃ粘ってる。頑張れ。あ、落ちた。あ、見たんじゃない、今の見られた、見た最低だなこの大統領。残念だな、君をチームに、こっから飛び降りたチームに入れてあげてもいいぞ。最高か、ぽーいってお、どうして、何これ、え、どういうこと、あ、帰ってきた。いや、待て、逃がしませんよ。うわー、難しい、なんか引っ張ってきた。バイバーイ。あいつは結構助かったと思うけどな。さあ、こんな感じでどんどん落としていきましょう。おお、君か、結構君の動画伸びてるよ、人気あるよ君。人生ゲームくん、スチュアートかな。うわ、やばい、怖い、落ちてしまう。ここら辺が狙い目だな。ただこのレインボーの橋が狙い目だな。よし、ここら辺、こんな感じで、よっしゃ、最低な大統領だな。おお、これをうまく、怖い、これ落ちる、マジで。ちょっと一旦上がろう。いやー、怖いな、悪魔のパーツ。どこ行った？お、来た、機関車。うわ、いるな、みんないるところでやって大丈夫かな。マッグ結構いるな。マッグさよなら。うわ、死なない。うわ、おお、バイバイ大丈夫だよな、下海だから大丈夫と思いたい。さ、門番も行こうかな。門番、おお、開かれてんな門番。難しいな門番、入ったらダメだし。あ、入ってもいいか。門番、
わあ。よし、門番素直だな、さすがに。ちょーんって行った行って、あ、なんか下に落ちてる、あ、下に落ちてんな、あれ落ちたやつだよな。わあ、異次元に。門番ごめん、門番死んでくれ。おー、綺麗に映る、これどうなった、どうなった。あー、見えないとこ行ったな。よし、あと3台ぐらいじゃないか。さあ、次の犠牲者は誰だ。大統領だからな、すげえ独裁者だな。よしよし、お、ディーツ、こいつ、けこいつがなんか最強っていう噂があるんだよな。よし、お、うわ、やばいやばい、一旦立て直そう。すげえなんかほんわかしたBGM なってんのに、これだからな、やってること。うわー、ディーツやっぱ強いな。車の形状なのかな。おーし、よしよし、うわ、やばいやばい、ここまで来て、ここまで来て落ちたくない。他にいねえか、他にいねえか。すげえほんわかしたBGM なんだよな。やってることえげつないのに。あれ、いなくなったな、みんないなくなった。あ、いるな。さあ、かぼちゃ野郎も、かぼちゃくん、かわいそう、かわいそうと言いながらやるんだけども。ゼロン、うん、君は大統領じゃないか。ふむふむ、素晴らしい、素晴らしさを見せてあげようか。これだよ。どこ行った、あ、落ちたか。あ、めっちゃ飛んでいった。あ、落ちていった。遠くの方で落ちていったな。あ、まだ動いてるやついんな。まだ動いてるやつがいるぞ。お、これ、ダスト。ダストか。いや、二人、仲良く行く？まずこいつから行くか。うわ、ブルズ。もう会話の内容が入ってこない。本当にこんな感じなんだろうな、人を殺すときって。もう会話とかそんなのじゃない、うずうずしてるというか。あいつも言ったのかな、上から見よう上から見よう。いや、恐ろしいな、恐ろしい大統領だな。上から見て生きてるやつがいないか確かめとこう。こいつをね、最後にやりたい。動いてるやつはいないっぽいな。さあ、独裁者スイッチの最後の住人というか、あれはあれか、みんな一気に消えろみたいなって全員消えんのか、ドラえもんでは。うん、最初は一人一人だったけど、僕は一人一人倒していきますよ、消していきますよ。綺麗な街にしたいんでね。なんだこれ。何こいつ、最後の抵抗かな、やばいな、傷というか跡が残るかも。うわー、こいつ、うわー、こいつ最強だわ。よし、これでいけんな。ポイ、お、やばいやばい、落ちちゃった落ちちゃった、一緒に落ちちゃった、一緒に落ちよう。天罰、あー、こんな感じで終わんのか。はい、ということでね、まあギリギリ成功したから全員落とすの。最後興奮して自分も落ちてしまったんですけど、さあ行ってみようか。まあ絶対帰ってるよな、怒ってるかな、帰ってるな。帰ってんな。いや、みんないなくなって気持ちよかったよ。うん、どういうこと、この間ってどういうこと、さっきのこと。どういうこと、この間って、さっき君を落としたんだけど、そのことを感謝されてんのかな。うん、ということでね、みんないい人でしたね、ここの人は。悪いのは大統領だけですね、本当に。こんな悪いやつを、なんていうか、大統領にしてはいけないですね。レースで決めたらダメだわ、やっぱこんなやつを。はい、ということで今回の動画終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。
今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。